別にこう目立ってたような女の子ではなかったですね。なんかもう身だしなみとかも校則が厳しかったので、そんなにおしゃれをするわけでもなく、とりあえず行ってすぐ帰ってくるみたいな普通の子でしたね。結構忙しくされてたんですか、その時も。いや、そんな、あ、でも高校2年生で乃木坂に入ったので、その後はもう乃木坂漬けでしたね。グループ時代もいろんな経験をさせていただいてたんですけど、一人になってこう改めてリスタートという気持ちで、もう全て初心の気持ちで今日々学ばせていただいてるなっていう思っているんですけれども、そんな中で今回こうして主演の映画っていうものに挑戦させていただいて、本当に幸せ者だなって思いますね。もうでも皆さんにも支えていただいてるから今ここに立ててると思うので、これからも、これをきっかけに頑張っていきたいなと思います。いやー、もう痛いほど分かりましたね。もうみんな可愛くて才能もあってっていう子がもうこの業界本当にいっぱいいるので、その中で自分自身で戦うって、辛さというかちょっと負けそうになる感じとかめちゃくちゃ理解できましたね。審査員のちょっとした仕草がね、気になったりとかね。気になっちゃう。何を喋ってんだろうとか。ね。うん。ありますよね。もう楽しみでしょうがなかった、私。私はもう高校生の役として着るんじゃなく、あ、確かに。そうそう、27歳、20代後半として着るだったから、まあまあまあって。それで学生に見えなくてもいいっていうことだった、うん、そうそうそう、あ、確かにそこの安心感はあったかもしれないですね、うん、そこはもう押しときたいポイント、うん、もう本当に秋山さんの世界観全開だなってすごく思いましたし、会話のやり取りがとっても面白いなって脚本を読んだ時に感じました。私が演じたミレイは、まあ、読者モデルをやっていて、クラスのみんなからも憧れられるような、そういう女の子で、自分をすごいしっかり持っているので、まあ、セリフの節々にちょっとトゲがあるというか、気の強さが現れているような女の子だなっていう印象だったんですけれども、そういう気の強い部分だけじゃなくて、こう皆さんが見た時に共感してもらえて、応援したいなって思えるような愛らしさがある女の子にできたらいいなと思って演じました。